おぎり、とたつはんです。今日は七条烏丸に来ています。今からザ・ラクチン室町横丁というところでご飯食べてきます。阪急烏丸駅、地下鉄七条駅の26番出入り口が近いですね。左に回ります。昼と夜の寒暖差がすごくて半袖やったらきつくなってきました。ここもええ感じやな。入っていきます。え、あ、こっちか。入れるか。これな、焼き鳥の注文表やねんけど、全品100円、激アツ。でご注文は2本からでお願いします。やって、で串以外のメニューがこんな感じ。スピードメニューかな、こっちは。その他はこんな感じ。でドリンクメニューやねんけど、これ見て、飲み放題全品1時間1000円、プレミアム飲み放題がメニュー全部と門福自慢の焼酎20種類以上全て飲み放題1500円、1時間。生が450円とかやから、結構単品でも休みやな。うまつくねのタレ、絶対おいしいやつ。2軒目行きましょう。ちょびっと食べて帰ります。今行ってきたんが門福で、ちょっと気になってるどこや、1階の円楽、円楽師匠行ってきたいと思います。ホルモン豚骨てっちゃん鍋、わあ雰囲気ええな、ええ感じの店。ここは餃子の種類がめっちゃあんね。一口サイズの餃子と、ニンニク不使用の餃子と、もっちり餃子。この鍋も結構押してはる。生ビール
ハイボール、サワー、焼酎、日本酒、その他、ソフトドリンク。結構がっつりメニューが多いかな。だから2人以上じゃないと結構しんどそう。こっちが単品か。おつまみとか揚げ物、一品料理、ご飯、デザート、鍋コース、鍋と餃子ついて食べ放題飲み放題120分で3000円、焼肉コースやったら4000円で、プレミアムコースやったら全メニュー食べ放題と飲み放題で5000円。焼き目が最高。柚子胡椒で食べてもいいし、このポン酢とラー油で食べてもいいみたい。うん、お腹いっぱいでもいける餃子。これなんか止まらへんな。これ炊き餃子到着。うん、よいしょ。餃子もっちもち。お腹いっぱい。うなぎの寝床やね。スパイスガール、タイ酒場、気になるわ。ここも一軒目に行った角福がリーズナブル で味も美味しくてめちゃめちゃ気に入った。また行きたい。河原町も近くて結構、場所もいいんで、ぜひ気になる方一度行ってみてください。じゃあ今回はこの辺りで動画を終わります。それでは最後までご覧いただきお気に入り。バイバーイ。